秘密基地大作戦消去法で2人男子2人になっちゃいましたダブルス自由形服まで同じ本当ですね恥ずかしい引いていきましょうかさて、はい、今日はね何を話すんでしょうか、ね、なんかちょっと他人行儀だね俺からでいいいいよ昭和のニュース感あるこれでいきましょうめくっていいのいや俺がはい、はい、いきます、はい、ほいお知らない街で何をする知らないっていうのはこうなんだろうな本当に迷ってたら何をするなんて余裕はないから、うん、俺あの観光目的で来てっていう意味なのあじゃあこう例えば、うん、あの僕らが舞台を見に行くとかで、あでこう時間 もう見終わって、あり余って、今日何もなくて、街目を見て、その後何するかなみたいな。どうしようか、何になった時にどうっていうふうにしよう。なるほどね。俺はなんかね、俺、街っていうのはさ、どれぐらい離れてる、その都心から。いや、別にどういう想定でもいいんじゃない。うん、では例えば地方とかでもいいと思ういやいいと思うよ、うん、なんかさあの普通に話し出したら俺なら帰るかなみたいになっちゃうからさあえてねあえてじゃあ何をするって言われた時のねうーんでもそのなるほどねなんかねご飯はどっか一箇所は食べて帰りたいかなそうだ、ね、飯は食うよね、ま、飯は食いたい、うん、そのさその土地のなんか名物的なさそうだもう地方だったらそういうところに したいね、うん、でも絶対さマックとかそういうのはあるじゃないあるじゃないほんとおそらくね、うんうんうん、だからこういかにそこにこうとらわれないかが大事だよねそうだねマックとかガストとかいや、まあ、そうねファミレスがのチェーンはちょっとこうそういう時は置いといてそうだねあの時間によってはあのあるね、引っかく引っかける引っかける引っかくそうだね、うん、時間によっちゃねなんだろうなその一元さんはあそういうのはいいやあのカウンターでチビチビできるようなそうだね居酒屋さんとかちょっと勇気はいるけどね一番最初はそうねそういうお店ってなんか中見えないんだよ、うん、そうそうそうなぜか知らないけどガラって入ったらギロみたいになったら嫌だからね。ね、それはでもそれはちょっとやってみたい。知らない街、知らない街のそこにをやってみたい。確かにそれはある。じゃあ次だ。次の話題か。あ、そう。白井君はどうするって。あ、俺でしょ。いや、俺も飯を食うんだよ。とりあえずは。一緒なの。あ、すまん。それだと一緒だよ。そうだよ。俺も一緒のことを考えてたあなるほどね、うん、じゃああえて何しようかなって考えたらさ観光ってちょっとね一人だと俺なんかあそう回れる俺一人でも回れるけどあそう、うん、あそうですカメラとかそうだカメラやってるからそう俺もカメラはもあまあほらスマホがあるからあそうだねなんかさあの博物館とかそういうところも行くかもしれない博物館なんか展示されてるようなものとかああそのなんだそのほら上野のそういうでかいとこじゃなくてそのご当地のそうそうそうなんかこうなんとか古墳で見つかったなんとかみたいなそういうのを見るかもしれないなるほどね、うん、すごいな俺知らない街でそれは入ろうと思わないなあそう結構時間潰しなのあるけどねあまあそうだね時間、うん目的がね、時間潰しだったら、うんそうね、もうどこでもいいというかね、うん、そういうことは、そういうところには結構行くかもしれないおお、うん、展示品がなんかあるようなとことかなるほど、まあなんかこう見られるというかねそうだね、うん、いいよじゃあね、一番下にこう隠れてるやつかな行きますよはい理想の夏の過ごし方あれなんか俺これ全然弾いてないやつだね、さっきねあの始まる前にセミの話をずっとしてたんで、ね、どのセミが好きみたいなそうだな
熊。俺は熊住。俺はつくつく奉仕。日暮らしはね、ちょっと狙ってる。そう、狙ってるから、ね。ああ、なんか、風情を分かってるような。でも、この辺で日暮らし鳴く？いや、聞かない。聞かないよね、この辺で、まあ、都内、ね。都内ね。ね、聞かないよね。もう、ほとんどアブラゼミでね。うん、アブラゼミが多いな。ミンミンゼミを俺たまに聞く。ああ、聞くね。うん。でも圧倒的にあの、なんか、こう言っちゃあれだけど、アブラゼミは綺麗じゃないんだよね。なんかさ、羽がなんかさ、いや、そうそう、羽がちょっと汚いよね、なんか。なんであいつだけさ、透明じゃないの？みんな透明なのに、あいつだけ。なんかね、泥水をかぶったような羽じゃん。なんかテカテカしてるのがね、ちょっとあの色でテカテカされるのはちょっと不気味だよね。そうだよね。いや、他のセミはなんかね、あのなんかちょっと綺麗な生まであるんですよ。まあでもね、多分羽は名前の由来なんでしょうけど、うん、まあね、あの羽はやめた方がいい、ね、夏と理想の夏の過ごし方ね。まあさっきのそのさ地方、うん、白井君はほらあの佐賀の、うん、俺は新潟で、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ都会なところで俺はない。そうだね、やっぱね、夏を過ごすなら俺はそういうところ。そうだな、まあ地元とかね。地元でなくてもちょっと都心から離れたいなって。そうだね、離れたいよね。で、なんだろう、もう理想って言うからには一回はそのほら川の水であのスイカ冷やしたりとか、夏野菜をねこう冷やしたり、そうスイカもそうだけど冷やして、あれって本当にちゃんと冷えんのかね、わかんない。だって水温って言うてさ、いやでも結構冷たいよ。あ、ほんと、やっぱ山の方とかだったら、うん、その湧き水が冷たいから、そう12度とか結構冷たい場合もあるからね。あんまそうこう温度でこう、あ、これぐらいかっていう想像が俺あんまできない。 あれはサウナの水風呂は何度ぐらいだ。それは場所によるけどね、高いとこで23ぐらい。 あれでね、あ、20度ぐらい。それはあれ なんかサウナに入ってるから、うわ冷てえって思うだけで、そう。でも川の水それよりも、うん、だいぶ低いよ。あ、だったら冷えるかもね。あ、冷蔵庫に入れてるようなもんだからな。そしたら十何度っつったら、あ、冷蔵庫って十何度ぐらいなの。まあそうだよ。あ、俺何も知らないんだから温度というものに関して、あの、だいたい10度前後じゃない。あ、冷蔵庫はそうなのね、うん、あ、じゃあ冷えるわな、うん、まあ、例えばその野菜をこの冷やして、そうね、もうなんかシンプルな調味料でその場でかじってとか塩とかね。いや、そうだね、もうそんなんでいいんだよね。なんか風鈴とか飾っときたいよね。あ、なんか本当ベタだね。あの縁側でそう、あの、まあ、ほらスイカがあって、あ、で、あのうちわで叩きながら風鈴の音色で日暮らしがもうベタだね、うん、でもやっぱり理想じゃないそれって。そうだ、ね、意外とできないじゃん。いや、もうそうだ、ね、やろうと思ってもやろうと思ってもできないね、うん、で次の日はもちろん何もないんだ。そう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 、理想の夏なんだろうな。これはまたちょっと違うけど、うん、あのなんだろうな、プライベートビーチとまでは行かなくても、こう全然人のいない海に行きたいんだよね。自分だけしかあんま知らないような。新潟はね、意外と海水浴場って結構あのもうボンボンボンってあったり、まあ、あの日本海沿いだからあるんだけど、なんか佐賀県はこの地元民しか知らないこのちょっとちっちゃい海岸みたいの、いやない、地元民しか知らない、この海水浴場として開放されてるわけではない。いや、俺は知らないね。あ、やっぱ開放されてるところが有名だから。そうね、そう、で、本来開放はこう一般的にされてなくて、単純にただ海岸がそこにあるだけって、そういうとこにちょっとこうで過ごしてみたいって。あ、なるほど、ね、この勝手にテントを張って、うん、あ、勝手に火を起こして、あのポルコロッソがさ、あの紅の豚のポルコが、うん、彼のなんかプライベートのちっこい隠れたさ、あ、ビーチない、あ、あるある、あそこあそこ、ああいう感じ、あ、わかるわかる。ポルコのあそこで過ごしたいね。うん、ポルコの、あの、何？ポルコの過ごしたあのビーチというかね。
あそこって何なんだろうね、もともと使ってたのかな、ポルコって。え、そのあの場所でもなんか途中から変な奴らが来るよね。え、あそこに、うん、え、なんか来なかったっけ。あ、来るんだっけ。なんか絡みでお前何してんだみたいな。あ、そうなんだっけ、うん、でもあそこはなんかポルコの定位置なんじゃない。たまたまそこに乗りつけたっていうよりもこうオフの日はここに来て、あそこだって結構こうくつろいでなかった。そうかそうかそうか、なんかお気に入りの場所なんじゃない、ポル彼の。あそこだね、あそこで過ごしてみたいな。やめよやめよ、今日はなんかちょうどつながったような感じだったけど。そうだね、なんか似たような感じだった。知らない街で理想の夏を過ごす、そんなことをしてみたい。なんか古民家カフェじゃない、あの古民家とかね借りられたりするんだよね。あ、そうなんだ。 あるよ、レンタルの古民家って。あ、なんか一泊二日とかで、そう、鎌倉とかで、あ、にあったりするみたいで、なんかそういうところをこうなんか2、3日借りて過ごして出ていくみたいのをちょっとやってみたいななんて、いいかもしれない、思った夏の終わり頃でした。ではありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。